はい、今日のテーマなんですけど、今日のテーマなんですけど、今日のテーマは、これですわね。これね、結構こう、いろんな人に聞かれてたんですよね。で、結構僕の周りにですね、朝弱い人が多くてですね。で、これ、で、僕がもう、ものすごい朝強いですね。ものすごい強いですけどね。だから、どうやったら朝強くなるのって、よく聞かれて、ね、いろんな人に聞かれてて。これでね、これもう、じゃあ、今度 YouTube で説明するんで、また見ておいてください。言うてね、俺もう、ついにもう説明しちゃおうかなと思って。朝強くなる方法って。で、これ説明しようかなと思って、もう説明する気、まんまやったんですけどね。よく考えて朝強いの、生まれつきなんです。もともと朝弱くてですね、頑張って頑張って、いろんな方法を試して、朝強くなったとかじゃなくて、ないですね。だから、もともと強いですよね。だから、これ、どうしようかなと思って。もういろいろ研究して、で、もう、ほぼかなり妄想もして、もし自分がこう朝弱かったら、どういう風に強くなるかなーと、なるかなーと思って、いろいろ妄想したんですけども。でね、これね、僕も、わかりました。ね、どうやって強くなるか。それね、まずもう起きて、もうね、朝来たーって言うわけですね。朝来たーって言って。ほんで、今日も始まるねーって、朝日に向かって今日も始まるねーって言うわけですね。ほんで、もう、これ言って、で、こういうふうに言って、ほんで、もうね、これ、朝からもう、ロコモコ食べます。朝起きてすぐ、ロコモコ食べます。これ、もう朝起きてすぐ、多分ね、僕がそのね、もし朝弱かって強くなるために、どうするかなって考えたら、朝ね、起きて、朝来たーって言って、朝日に、今日も始まるねって言って、ね、ロコモコ食べますので。もうこれで、確実に朝強くなりまーす。解決。これでね、皆さんもよく、もし朝弱い方いたらね、これで解決してください。どうも、ありがとうございました。